日本の観光。日本の観光では、日本国内の観光の変遷について記す。日本は、大幅な観光収支赤字国だったが、世界経済フォーラムによる2017年の旅行、観光競争力ランキングで136カ国4位の観光大国に変貌した。2016年の訪日外国人旅行者数は2403万人であった。2013年に、日本政府は、 観光イコール内需への発想転換で観光立国を選択し、大日外国人の消費金額が2012年の1兆846億円から2017年は4兆4162億円へと急増している。姫路城、古都京都の文化財、古都奈良の文化財など21の世界遺産があり、他魅力としては新幹線による景勝地や温泉巡りなどがある。 中世紀において、人の移動は活発でなく、戦国期には、戦国、大名など地域領主の領国内には石書が設置され、人や物の移動は制限を受けていた。一方で、久外野草などの文人は初大名家への来訪や、開国などを行い、各地の名称を尋ね記録資料を残している。近世、江戸時代の幕藩体制においては引き続き石書や、 口止め番書が存在し人の移動は制限されていたが、一方で、江戸期には全国の諸街道や脇王館、水運や海運が発達し、旅行者向けの国江図や道中案内機などの出版物が生まれ、これらを背景に旅が大衆化する。江戸期には文人や武士なども諸国を旅し多くの気候文を残しているが、庶民においても、 身元や旅の目的を証明する通行手形を所持していれば自社産経などを名目として物見遊山の旅が可能になり旅を楽しむ人々が急増した。町道沿いには旅人向けの宿場や茶屋が成立し各地で名物の物産が生まれた。また旅の情報は旅日記や浮世絵などの絵画資料により普及した。江戸時代には甲子が庶民に伊勢信仰を広め、 おかげ参りの大ブームが数回発生した。これらは現代でいう観光産業の先駆けとも取れる。江戸時代は鎖国が取られており、漂流者などを除いて外国に渡航する日本人はいなかった。観光目的の外国への旅は海無であった。近代には爆反体制の解体、鉄道、汽船などの交通、物流網、情報の発達で国内の移動が容易となり、 旅の情報も普及し、観光を目的とした旅行は活発になり、日本各地で観光や保養を目的とした地域づくりが生まれ、観光は産業化する。国内の遠い地方に旅行することが容易になり、満州、中国本土など、近隣の国外への観光旅行も行われるようになった。幕末に日本は開国されたが極東に位置していたことと、島国という条件。 当時の日本への渡航手段は時間のかかる船しか存在しないという技術的問題により日本への外国からの訪問者は少なかった。それでも1899年に内地雑居が実施されると外国人も日本国内で自由に旅行ができるようになり1912年には日本交通公社が設立された。第二次大戦間での海外への渡航者は主に移民や留学生であり、 海外旅行は一部富裕層に限られていた。また、訪日する外国人も政府が雇ったお雇い外国人や中国大陸やインドなど比較的近隣のアジアからの移民や留学生が大半であった。戦後、観光産業は一時落ち込むが、戦後復興とともに所得が増加し、鉄道、道路など交通機関のさらなる進歩、出版物や マスメディアによる旅の情報のさらなる普及により観光業が発展した。戦後には特に観光農園など地域の地場産業と組み合わせた形態の観光業が発達する。日本は高度経済成長によって日本人の観光は大きく変化した。国民の所得は増加し、1964年海外旅行が自由化されたことにより日本人が 海外に出国するのは容易になり、それまでは富裕層でなければ難しかった。海外旅行は庶民の手にも届くものとなっていった。2013年まで日本は世界有数の観光赤字国であった。日本人の訪問先は海外旅行自由化直後はテレビ番組などの影響でハワイが一番人気であったが、その後世界各地に広がり、近年では日本人観光客がいない。 観光地を探すことの方が困難である。最近の傾向として、近場では中国、韓国、東南アジアが人気で、北米、ヨーロッパがそれに続いている。また旅行の形態も、エコツーリズムや飛行探検、クルーズなど多様化の一途をたどっていた。法日外国人は増加しつつも、出国法人に比べれば少なかったため、国土交通省は、ビジットジャパンキャンペーン。 VJC、観光庁設置などで、法日観光客の増加を図っていた。国内観光は、新幹線や高速道路網の整備により、国民の移動が容易になり、シーズンごとに、各交通機関や、観光地は余暇を過ごす国民で混雑する。戦後の混乱から脱し、高度成長期に入ると、人々の暮らしにもようやく落ち着きが戻り、温泉地等の観光地には、 人々がごった返した。熱海温泉、絹川温泉、別府温泉等の神楽地型温泉では、旅館ホテルの巨大化が続いた。一方、大阪の万国博覧会を契機に、各地で博覧会が開催された。その後、東京ディズニーランド TDL の盛況に習って、各地に外国や童話等をテーマとしたテーマパーク建設が、 アイツイだが TDL と USJ 以外はいずれも不審である。バブル期は総合保養地域整備法、通称リゾート法の制定もあり、各地にゴルフ場、リゾートホテル、マリーナ等が計画されたが、バブル崩壊により一部の施設以外は不審が続いている。アベノミクスの始まった2013年以降から日本に観光に訪れる外国人は増加し続けており、でも 韓国や中国、台湾など、東アジアからの観光客が増えており、彼らだけで訪日者全体の半数を超えている。政府や地方自治体は、彼らの観光誘致に力を入れ始めている。東南アジア各国からの日本入国が爆発的とも表現できるほど増えている。日本は、同年から東南アジアからの観光客を100万人以上に増やそうと考えている。また、 同年から日本への外国人旅行者数が初めて1000万人を超えた。2014年6月9日、財務省が発表した2014年4月の国際収支によると、外国人旅行者が日本で使ったお金から日本人旅行者が海外で使ったお金を差し引いた旅行収支は黒字を記録した。44年ぶりのことである。 さらに2014年の年間を通しての旅行収支でも黒字となっており、これは1959年度以来55年ぶりである。2017年には人口が大きく異なる韓国に日本が訪問者数に3倍の大差をつけた。韓国観光校社調査で同年に海外旅行に出かけた韓国人の29.2%が訪れるという最多訪問国が日本となっている。 訪韓日本人客は横ばいなのに、法日韓国人客は2016年比で4割増加し、2017年1から10月の法日韓国人客は583万8600人で2016年通年の509万30人を超えている。法日韓国人客は2017年度に毎月平均約60万人いることから、2017年通年で 訪日韓国人は過去最多の700万人を超えることが確実視されている。2017年に訪日外国人は日本史上最高の2869万900人を記録した。これは前2016年より19.3%増加した。韓国人は前2016年比40.3%増、ロシア人40.8%増。 香港人21.3%増、インドネシア人30%増、中国人15.4%増、ベトナム人32.1%など国に偏りがなく増加して国内景気が好況である。中央日報の記者からは最低賃金引上げで失業率が上がっている韓国と比較して1998年以降、 最高の平均賃金引上げ率が2.41%で、月平均賃金地上も7527円で20年ぶりに7500円を超えて、人手不足で失業率が減り続けている日本を羨ましいと報道している。東洋大の島川隆教授は、免税拡大で観光客が市内各地で100円の商品から数十万円する。 ブランド品まで金を使うように仕向けたことは日本の内需に恵みの雨だったとして安倍政権の観光政策評価した。明治大の長東根教授や西江大経済学部の南周夏など専門家は安倍政権の経済政策に共通するキーワードとして実用主義を挙げている。朝鮮日報は日本は長期不況期には1年ごとに首相が交代して政策も 右往左往をしたが、再登板した安倍晋三首相が堅調な指示を追い風として、一貫した政策を展開して景気が回復して、安倍ノミクスがこうした背景には、政治の安定があると報道している。2017年版旅行、観光競争力レポートでは日本は総合4位であり、同レポートの全90項目中9項目で世界1位の評価となっている。 トリップアドバイザーによる2014年版旅行者による世界の都市調査では東京が世界1位と発表されている。アメリカ合衆国の観光雑誌はワールドベストアワードの都市部門で2014年と2015年京都市を1位に選出した。2014年12月21日 CNBC が報じたホテルズドットコムの集計結果によると アジア太平洋地域の都市別人気順位で、1位は東京、2位は大阪、10位が京都となっている。世界経済フォーラムによる2017年の旅行、観光競争力ランキングで136、過酷なかスペイン、フランス、ドイツに続く4位の観光大国に変貌した。日本の世界遺産に関しては、厳正保護が目的であり、観光化を否定してきたが、 2002年にユネスコが世界遺産と持続可能な観光プログラムを作成し、保全費用年出のための収益源として活用する産の商品化の方針を発したことで観光商品化が公認された。これを受け、日本では地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律が成立し、文化遺産、 文化財を含め観光の際に保全費用の徴収が可能になり、新設された日本遺産制度のような保護も含めた新たな観光スタイルが提言される。日本において観光に関する統計データとしては国土交通省が実施しているもののほか、自治体や業界団体等が発表している。国土交通省では2006年度から宿泊統計調査を行っている。ただし、小規模、 零細な施設は除外ほか、消費、宿泊、入り込みについての観光統計の整備を図っている。2015年度中の訪日観光客は1973万7409人であった。日本を訪れる海外からの観光客数はおおむね増加傾向にある。2013年にはそれまで年間目標としていた10000人を史上初めて突破。 2016年3月には月間200万人を超えた。2016年現在、政府は2020年を目途に年間法日観光客数を40000人まで引き上げることを目標としている。観光に関する統計は入り込み客数と消費額とに対別される。消費額は入り込み客数と単価との積で求められる。入り込み客数は 地域内客と地域外客あるいは宿泊客数と日記客数とに分けれる。さらに地域外客のホッチ別内訳も調査項目に含む。消費額は宿泊、飲食、土産、その他に分けられ、単価と総額、消費額とが発表される。ただ、これらの統計はあくまでも推計である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。